テティス獣類は、アフリカ系モノウアメの哺乳類のうち、長尾ビメ、ウミウシメ、タバハシラメを含むタクソンである。そのうち、タバハシラメはすでに絶滅している。マッケナにより1975年に提唱された、テティテリア、テテチス獣類、テチテリアなどとも呼ばれる。テティス獣類のテティスは、初期のテティス獣類の化石が見つかった地域の昔の海域、テティス海に由来する。 最も顕著な特徴は感染を欠くことである。また、草食動物らしからぬ前方を向いた目、牙を持った歯耳骨の形などにより、特徴を付けられる。テティス獣類の最初期の化石は、インドやアフリカなど、テチス海の海域で発見されている。そのため、テティス獣類は、テチス海の遠浅の海で、海藻等を食べる草食動物を起源として生まれ、 その後各地に放散したというシナリオが提唱されている。つまり、ソガタは水陸両生の生活を送る草食動物であったが、このうち陸生傾向を強めたのが長尾類、逆に水生傾向をより強めたのが海牛類として分岐していったということになる。アルシノイテリウムに代表される住脚目はテティス重類に近縁ではあるが、テティス重類には属さない。 ありがとうございます。